で、まあ、以上のその1の原子 N 乗根もしくは1の N 乗根の、まあ、複素数大乗根ですね、この1の N 乗根の、まあ、性質を踏まえた上で、離散フーリエ変換というのを定義します。これはディスクリートフーリエトランスフォームの頭文字を取ってよく DFT というふうに呼ばれます。で、この DFT というのはその、まあ、AX が複素数体から複素数体 の関数の時にこの1の原子 N 乗根オメガ N に関する、まあ、F の離散フーリエ変換というのはここにありますようにとその1からですねオメガ N の N マイナス1乗の数をこう A に代入していった値ですね。この N 個の値を求めることを言います。ですので、まあ、まあ、AX がもし多項式ならば、まあ、多項式表現を関数値表現に変換するというふうに思ってもらえばいいです。で、高速フーリエ変換というのは、今、定義したその離散フーリエ変換を高速に行うための手順です。で、そこではその、まあ、先ほど紹介したようにその離散フーリエ変換では1の、まあ、原子 N 乗根のあ1の N 乗根か1の N 乗根をこの AX に順次代入していきますが、それを先ほどの、まあ、1の N 乗根に関するいろいろな性質を使って計算を早くしようというアイデアです。でここでは n を2の形状としまして ax をその ng 未満の多項式と置きます。で具体的にはこの n-1 次の多項式というふうに置きまして、まあ、これにこの ax に対してまあオメガの n ですね n1 の原子 n 乗根による離散フーリエ変換をまあ考えます。でそこでですね、アイデアとしましては、前回やりました、その、唐津波の方法にちょっと似ていてですね、多項式をこう2つに分割するんですね。ただ、分割の仕方が、前回の唐津波の方法とはちょっと異なります。前回唐津波の方法では、多項式を、工事の項と定時の項に分けましたけれども、この高速フーリエ変換では、見てもらって分かるように、多項式をですね奇数字の項と偶数字の項に分けるんですね。で、1番目のその括弧でくくった部分はこれ AX の1次3次5次点点点から N-1 次までの項をまとめておいてそれを X でくくって表しています。で一方でその偶数字の項はこちらの右側にありますようにまとめて括弧でくくってあります。まずこういう分割を行うのが一つのポイントです。で、次にですね、その、まあ、この BX と CX っていうのを、先ほど今分割した、項、項でですね、の、その、まあ、X の次数、X の、項です、次数をですね、全部書き換えます。例えば、例えば先ほどそのどっちがいいかな偶数字の項で見てみましょうか。先ほどこの偶数字の項ですと x の次数が0時2時4時8 6時8時っていうふうにとびとびになってますからこれを全部x の次数を2で割ってで2で割りますとそうするとこの偶数字の部分っていうのはここにありますように2分の n マイナス1次の多項式になるわけですね。で奇数字の項もやはりこの分割の仕方ですとその0時2時4時6時っていうふうにこう x に関する次数が全部指数が全部偶数ですからこれも全部 x に関する指数を2で割ってそうするとこの前半の奇数字の項に関してもこの cx にありますように2分の n マイナス1次の多項式になります。でまあ、それをですね、この下の形で表すと、その、まあ、AX がですね、その、まあ、B の変数に X2 乗を代入した部分と、それから C の変数に X2 乗を代入した、こういう形の多項式にで表されますので、で、これをですね、この、また、
今の方法でですね、再帰的にこう多項式をどんどん分割していきます。でそれでこのオメガ N の形状ですね、1の原子 N 乗根の形状をこう代入していくというのが、この高速フーリエ変換によるこの離散フーリエ変換の効率的な計算となります。で、代入する場合には、例えば、この今与えられた AX にですね、AX にこのオメガ N の形状を代入しましょうっていうなりますと、先ほど多項式を分割した時のものを使いますと、この AX をですね、BX と CX を使ってこう分割した時に、BX にはここにありますように、そのもともと代入しようと思ったのが原子1の原子 N 乗根だったのを、今度 BX と CX がそれぞれ原子2分の N 乗根を代入すれば計算できるということが分かると思います。こんな形ですね。でそれぞれの BX と CX に1の原子2分の N 乗根を代入する計算をさらに分割して計算するというのが一つのポイントですね。でそれからもう一つのポイントはですね、この2行目の式にありますように、例えば今ですね、この AX にこの1の原子 N 乗根の形状を代入したものが計算できたとすると、出てきたとしましょうと。そうすると、この2分の N プラス形状っていうのを代入した場合ですね、この1の原子 N 乗根の2分の N プラス形状、これは下半平面のその代入、1の根を代入した時の値なんですが、これは実は上半平面のですね、計算結果が使えて、上半平面で例えば1のオメガ N の形状を代入した値が高計算できたとすると、下のオメガ N の2分の N プラス形状ですねの部分では、この2個目を今度はこっちは引けばいいということで、半平面の計算っていうのは上半平面の計算結果からを使ってですね、その引き算をずつ繰り返すだけで計算ができるという点にも注意してください。このようにしてその計算をだいぶ節約することができます。で、以上を踏まえまして、まず FFT のアルゴリズムを示します。で、入力としましては、この2の指数ですね、N が2の E 乗になるような E の値、それからオメガ N といって、N の1の原子 N 乗根と、それから代入する多項式 AX ですけれども、これは次数が N 未満であるような、そういう多項式を入力します。でそれに対して出力としましては、この AX のオメガ N に関する離散フーリエ変換を返すというアルゴリズムになります。でその内容なんですけれども、まず最初に、もし E が0の場合、E が0の場合っていうのは、これは、2の0乗ですから、N が1ですね。N が1で、N が1で、N が1ってことは多項式 AX は定数になってますので、E が0の時、すなわち入力された多項式が定数の時には、A そのものを返しなさいと。だから多項式の、多項式でも定数なんですけども、その定数をそのものを返すという形になります。で、それ以外の場合ですね、次数がそれより大きい場合には、先ほど紹介した手順に従って、BX と CX っていう多項式をそれぞれ計算してですね、で今度は、例えば BX は、1の原子2分の N 乗根に対する BX の FFT を計算する。それから、もう一個、1の原子2分の N 乗根に関する CX の FFT を計算するというふうに計算をこう分割していきます。で、あとは、残りの計算結果をまとめてですね、こういった形で、その
計算していくんですけれども、まあ、ちょっとこの後で具体例を少しやりますので、まあ、その際にまた触れたいと思います。でまあ、最終的に、こういった繰り返しの計算を行うことで行いまして、その、まあ、x0 から xn-1 っていうのが、ちょうどこの離散フーリエ変換になっているように値が返ってくるというわけです。